こんばんは、こんばんは。さん元気だって。元気、すごい元気。広島県出身22歳のゆっぴこと藤本由香です。こんばんは。ありがとうございます。なんか最近ここ何日か涼しいですね。ちょっと暑すぎたからそう感じるんだと思うんですけど、なんか外さ、ちょっと涼しい。涼しいです。ね、もう暑すぎたから、ちょっと外歩くだけだとなんかめっちゃ汗かいてたのに、セミも鳴いてなかったの、そんなに。本当にね、めっちゃすごいね、大変なぐらいなんかセミ鳴いてたんですけど、が通る 道の一番セミがやばいゾーンがあるんですけど、そこのゾーンがなんか全然暑いんですよ。普通に毎日晴れてるし暑いんだけど、もうピークの暑さがもう壮絶な暑さすぎて、ちょっと下がっただけでなんか涼しいって感じるようになりました、最近。なんかすごいね、手持ちのファンみたいなの買って、こうやってうーってやりながら歩かないともう悲しいぐらい汗かいて大変だったんですけど、最近はそれなくてもいけるぐらいな感じで、結構過ごしやすいかなと思う。早いね、やっぱり。でも今年はなんか梅雨明け遅かったし、夏来るのも遅かったから、余計になんか夏、暑いなって言ってたけど、なんか意外ともしかしたらすぐ終わるかもしれない。わかんないけど。なんか夏ってさ、真っただ中の時はもう嫌だってなるけど、夏の終わりってすごいなんか悲しいよね、気持ちが。なんかすごい、なんか切ない気持ちになる 夏の終わり そう、暑い真っただ中の時は本当にもう最悪って思うけどさ、意外といいよね、夏終わるの。終わるのかって思うとちょっと寂しいなってなるね。やっぱ日が照ってるのが好きだから、暑いのは苦手だけど、お日様が出てるのは好きだから、なんかね、本当になんか梅雨の時期とかも毎日全然テンション上がらなくて大変だったから やっとなんか夏来たって感じだけど、また終わってしまうのかってな。ね、そう、切ない。24時間テレビが終わるとなると、そうだよね、私もね、それが一つの週、最近ちょっと早いのかな、二十何日とかにあるよね、
もう最近でもね、すごい結構昔は30とか31日になった気がするんだけどな、気のせいかな。ちょうど夏休みの終わりとかと被ってた気がして、24時間テレビまでに全部宿題終わらそうっていつも決めてたけど、結局ね、結局終わらないんですよね。そういうのあるよね。なんかそう、ちょうど30とか31とかだった気がするんだよね、私が小学校の頃とかね、わかんない、小学校とか中学校らへんの時はなんかそれまでに宿題終わらそうって思うけど、毎年終わらないんですよね。私一夜漬けタイプでしたね。本当にね、本当にね、素晴らしくね、いや小学校1年生2年生いや1年生やってたな、2年生やってたかな、小学校2年生から大学2年生までずっとね一夜漬けしてた、宿題という宿題。できないよねやっぱり。なんか朝顔の絵日記とかさ、なんか朝顔をみんなで育てて、夏の前に朝顔を育てて、それで途中まで育てたら夏はお家に持って帰って朝顔の観察日記をつけましょうっていう宿題があるんですけど、でももう何月何日に種ができて、何月何日に花が咲いて枯れてとか、もう忘れるぐらい朝顔の日記なんか書いてないから、もう適当に想像して書くし、なんか一行日記とかもうなんか何したか分かんないし、天気も分かんないから、夏の終わりにもう Google で一気に7月の過去の天気って調べて、バーって出たの調べてそれを丸写ししてましたね。無理だよね、忘れるよね。無理だよ。大体夏休みの宿題ってめっちゃ多いよね。アメリカとか海外とかって夏休みって宿題ないところもないのが普通って聞いて、なんか高校の時のあのアメリカ人の先生が言ってたよ、アメリカは宿題ないって言ってましたね。そう、なんだろうな、そう、なんか休みは休むためにあるから、なんかその時にしっかり休んで、でちゃんと勉強終わ、夏休みが終わったらしっかりも勉強いっぱいするっていう切り替え、確かにいいなってめっちゃ言った気がする、その先生に。そう、めっちゃその話した気がする。なんで日本の子供たちは休まないのみたいに言われた気がするな。多すぎるよね。自由研究がまた記憶がある。うん、私自由研究なんかね、結晶作ったの、雪のなんかペットボトルにモールと塩をぶち入れて、勝手に日光のところに、あのなんだろうな、置いといたら勝手になんかモールみたいなやつになんか雪の結晶ができて、塩ができましたって出した気がする。わかんないけど、なんかそれを出した気がしますね。
自由研究点数つかない。自由研究はなんかみんなでみんなでやってきたやつとか作ってきたやつを班机にして班の人たちに発表して、すごいねすごいねって言ってもうお家に持って帰るだけですね。でも大抵はそうだと思う。そういうなんかそういう系は点数はつかないですね。なんか貝殻採集、あ、貝殻もね、昔なんか取った気がする。忘れた。うん。でも一番多かったのは、なんだっけ。貯金箱いっぱい作った。貯金箱を作った年数が一番多かった気がするね。28日になんかショールームのさ、なんか浴衣アバター配布みたいなのがあって、その日になんか配布する人からなんかSKE 専用のなんかアバターとかもらえるみたいだから、私だけじゃなくていいんだけど、なんかやるってよ。私のデザインじゃないよ。もうなんか何SKE のやつ、そう私のじゃないよ、私のじゃない。浴衣着ません。違うよ、みんなめっちゃ、そうそう、全員で共通のやつ、なんて言ったらいいの、そう、そうですね。お、テロップが出ました。と、もう日付変わるな。日付変わる。
変わっちゃうけどごめんね。ありがとうございます。じゃああと 1,2 分やったら終わります。あと 1,2 分したら、え、今日何日だ。今日は24か。早いな。え、来週はもう9月ですね。9月ですね。どうしよう。早い。9月は暑いかな、わかんないけど。早いな。10、11、12、あと3ヶ月で今年終わる。9月に入ったら90、え、違う、間違えた。9、え9、11、早い早い。あと3、4ヶ月でもう1年が終わる。怖いよ。何にもできてないよね、この年は。本当にどうなるんだろうね。今年一度もスキーの見舞いじゃなかった。え、そうだよね、絶対にそうだよね。握手会なかった。握手会そっか、あったけど、あれか、その会えない人もたくさんいるんですもんね。早いな。なんか本当にね、早いよね。なんか早い時止まってほしい。最後に公演ってか半年過ぎたって、そうだよね。もうちょっとやろうかな。どうせもうあとちょっと、ね、12時になるしな。そうだよね。2月24日の公演に入れた人がいたら、その人が直接ライブしてるところ見るのは最後なのか。早いな早いよね、本当に。ね、どうなるんだろう。どうなるんだろうって感じですね、本当に。不安がよぎる。ねえ、ちょっとネガティブな気持ちにもなっちゃいそうになりますよね。けど頑張んなきゃって思うのでね。本当になんか、本当にファンの人たちには応援してほしいですね。忘れないで。やっぱ今年でこういう状況になったから仕方ないけどさ、なんだろうね、やっぱキャさんとか私とかちょっと年齢が高いからなんかコロナじゃなかったら今年はたくさん頑張って全部のアンダーとか出まくって、なんか早く、なんだろうな、もっと上のステップに住みたかったんですけど、こういう風になっちゃったから焦っちゃう。なんかいろいろ考え、なんだろうな、どうしていこうかなって考えることが多いですね。そうそう、あ、卒業とかじゃないですよ。どうやって何をこう頑張って、なんだろう、知名度とかそういうの上げていったらいいんだろうってすごいそう考えますね。もうだってあと3ヶ月ぐらいしたら研究生が 2年、丸2年にそうなるしね。そうそうそう、本当に思いますね。そう、ファンの方の力を貸してほしいです、本当にそう、本当にね、よろしくお願いしますね。
本当に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 ね、なんかね頑張りたいですね。どうしたらいいのかなって、今はでもできることをたくさん頑張りたいですね。私にしかできないことをこう頑張って生きたいしって思いますね。でもやっぱりまだまだ、そうまだまだ頑張んないとってすごい今ね思うのでね、頑張っていきたいですね。だからもう本当に本当にいろんなこと、小さなこととか、一回あったお仕事、それこそなんだろう、この前の新聞のお仕事とかもそうだけど、なんか今は公演とかもやっぱり順番だし、全然みんなね数回ずつでしか出れないから、研究生は特になんだろう、できることが限られてくるから、だからなんだろう、一回もらった例えばなんか取材のお仕事だったりとか、また次につなげて、そこから大きくなんかできるようにしていかないと、今できることがなさすぎるから、本当に頑張っていきたいですねそうすごく思いますので、よろしくお願いします。今はなんか待機っていうか、なんか陰で努力する時間だと思って頑張りたいです。なんかそうですね、思いますね。頑張るね、頑張るからの力を、そうですね、頑張ります。とにかくさ、それではあとちょっとで12時になるので終わろうと思います。みんなありがとう、みんなありがとう。それではギフトくださった方ありがとうございます。コメントくださった方ありがとうございます。2360人の方ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。バイバイ。